はい、どうも、タクタクです。クゼツやっていきましょう。さて、また、村から帰る途中になんか迷い込んだとこ。なんか、泥の力かなんかで。死んでたまるかよ。ここから北側に何もなさそうだな。なんとかして南側に行ければここから出られるかもしれない。ここって今来たとこだっけ、これが。あ、そっか。で、こっちに行けるんだよね。こっちは何があると。あ、室？お、室やん。なになになに？また人形？あー、いる感じね。やっぱりここにもいるのか、厄介だな。うんうん。物陰に隠れながら慎重に行くしかないね。あー、行くぞ。こっちは何？ちょっとなんもないよね。こうやっていけんの？あ、いける。振り向くかな？あ、大丈夫そう。あ、なんか余裕そうだけどな。並走してる。うん。あ、結構余裕じゃん。あ、余裕じゃない、全然。全然余裕ではない。よし。いいよ。茂み、茂み。これどこ？あ、そ、え、どこ？これマジどこ？これ。どこに行けんだ、これ。うん。タイミング大変だな、これな。まだあんの？あ、もう行けんじゃん。おーい！楽勝。でもなかった。なんかある。あ、セーブ？セーブ。うん。あくまでセーブするポイントだけかな。もしかして。こっちなの？おお、まだいんのかい。どう考えてもここからスタートはきついのでは、これ。ここから来た？違うよね。ん？あ、ここもセーブ。セーブ多いな。ん？なんかあるわけじゃない。こっち来るよ。はいはいはい。めっちゃ近いけど。え、それやばい。あ、いける。さっ、いや、危なかった。危ない。早く行ってくれ！あ、ついてくの怖い、ついてくの怖い。あーこれどのタイミングで行けばいいんだよ、じゃあ。ここからか。あれ、どうやって行くんだろうな。これ、並走しちゃダメなんだね、多分。あ、そう、このタイミングを待たなきゃダメなんだ、多分。はい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 。これ、向く、あ、こいつはこっちを向くのか。なるほど。覚えた覚えた。こいつは並走して大丈夫。で、こいつは大丈夫。次だね、次。こいつ一回降りてって、こ、うえい、こいつも同じ感じかな。構造パターンが読めんが、いけ、うわ、オッケー。え、こっち来たけど、こっちじゃなかった説。こう言ってみようか。どこ行くのこれ。どっか行け。ここ、あ、こっちか。うい、抜けた。うえい、どこ。ふう、なんとか切り抜けたみたいだな。さすがにここまで追ってこないよね。どうだかな。いつ何が現れてもおかしくないんで、早くここを離れよう。
データさっきからずっと見つけたぞ。乗り移ってた人じゃないこれ。なんだこいつ、近くにいるだけで頭が変になっちまいそうだ。逃げよう神崎くん。神崎。やば、離れてよ。邪魔をするな。高橋、殺してやる。やめてお願い、神崎くんから離れて。ああ、熱い、痛い。今のうちに逃げるぞ。もう逃げれたのか。あ、ここね。やっぱりこっち側には来れないみたいだな。それだけ強力なお札なんだろうね。設置してくれた人に感謝しないと。ところでさっき何をしたんだ。赤い女が急に痛がりだしたんだけど。このお守りだよ。中にお祓い人形ってお札が入ってるの。多分これのおかげだと思う。なるほどな。これって簡単に作れたりするのか。そんなに簡単にはできないよ。材料があっても作るのに時間がかかるのよ。その分効果は保証できるけど。そっか、それなら仕方ないな。みんなに持たせることができればよかったんだけど。たまたま見つけたからな。神崎くん、このお守り持ってて。何言ってんだよ。それはもう大事なお守りなんだろう。だったら君が持っていた方が。さっきの赤い人は神崎くんだけを狙っていた。だったら私よりも神崎くんが持っていた方がいいと思うの。その方が安全だと思うから。分かったよ。俺が持っておく。ありがとうよ、高橋。アイカのお守りを手に入れた。アイカのお守りなのかな、もともと。拾ったやつじゃないの。そんじゃ、今度こそ、宮のところに戻るぞ。八海のこと、伝えに行かないぞ、だからな。うん。戻れ。あ、そういえばさ、なんかもう一つ、なんかルートがあったっぽいんだけど、なんか、まっすぐ来ちゃったね。なかったのかな？なんか俺がそう思ってるだけで。ちょっと確認したいっちゃ確認してんだよな。まあ、とりあえず書斎に戻りやしょう。戻ってきたぜ。やっぱり二人はいねえな、男二人。よかった、三人は無事だな。二人ともお疲れ様。どう何かあった？箱の種類が分かりました。本当に何だったの？八回だよ。全部で八人の子供が行方不明になっていたから、ほぼ間違いないと思う。8番目の箱ということは一番強い箱でしたよね。うん、作らないといけないお札は全部の8枚。あとはこれ探さないと。私たちも、探しているんだけど、宝鐘師も見つからないんだ。お前ら何やってたんだ。俺らは生死をかけた視線をくぐってきたんだぞ。生死をかけた視線、別の場所に保管してあるかもしれないわ。じゃあ俺たちで他の場所を探してみます。桐沢さんたちはここにいてください。そうさせてもらうね。二人とも気をつけてね。お前ら女子会してただけなんじゃないか。女子会というか女子の話して。ちょっと一回これさ、ちょっと戻っていいですか。これリセット、ここからで、なんかさ、こっち側見てなかったんだよなあ。あ、これいけると思ったらこれ壁か、水か。あ、じゃあ大丈夫。なんかこっち道に見えたんだよね。水だったわ。じゃあ一本道だったね。で、俺何すんのこれ。アイカの守りが増えただけであって、この後唯一ハートの鍵がないんだよね。かつ行ったことがある、もしくはないとこに何かしらのヒントがあると考えると、こことか実は出れるとか出れないか。ん？この本は、はいはいはい、何これ。あった、これだよ。あー、これが文章。かけまくも、かしこ、いざなぎの狼、つくしのひむかの、立花のおどの、おはぎはらのみそぎは、もろもろのまかごと、すげえな、これ全部覚えてたのなら、探す必要なかったんじゃ。教えてもらったことはあるんだけど、完璧に覚えてたわけじゃなかったから、改めて文章を確認したかったの。なるほど。じゃあ、これでいいとして。あれ？この本に目を挟まっているよ。保管記録。屋敷の保管庫に特殊な紙を運んだみたいで。あ！
来た。おうおうおお、行こう行こう行こう。宝生市。保管庫じゃあ。いや、保管庫行ったけどね。保管庫。あ、どこだっけ。ここ来て。やったぜ。こっち来て。ここだ。これで、保管庫。ここだね。はい。あ、こんなところにみたいな。すごい数だね。半紙だけでもいろいろな種類を買ってたみたい。俺のじいちゃんも書道してたけど、いろいろ持ってたけど、これだけの数はなかったと。でも、几帳面な人だな。ちゃんと種類別に分けてやる。あった、こいつだ。封筒に、宝生紙。何これ、これでお札が作れるね。みんなのところに戻ろう。はいはい。ようやくこれで、呪いを解くことができるというのだろうか。本当に解けるのだろうか。持ってきたよ、紙。あったぞ。見つけてきたぞ。あ、いい。これでいい。OK、お札作りは私がやるわ。お前作れんのか？おばあちゃんに習ったことがあるの。時間がかかる。そんなおばあちゃん見たことないけど、俺は。岸田さんといるなら手伝ってくれるから任せておいて。ジュン君、お前、お祓い人形って作れるか？え、できるけど、どうする？なんでできるの？なんで、お祓い人形できんの？さっき赤い女に出会ったんだ。タクヤとトモキと同じ力、同じ感じがしてた。そいつが、このお守りに入っているお札に反応してたんだ。もしかして、タクヤとトモキのために、ああ、お祓い人形ってのは除霊効果があるんだろう。だったら、あいつらは呪いを解いて元に戻せるんじゃないかって思ったな。可能性あるわね。わかったら作っておくよ。たかし、このお守りのお祓い人形を使わせてもらっていいか。構わないよ。人助けになるなら遠慮せずに使って。あら、封筒の中に鍵がかしら。見た感じでは鍵でしょうね。それにしては何かおかしいですね。中はくり抜かれているよね。何かと合わせるのかしら。もしかしたら私たちの持っているものと合わせられるのかも、いただいてもいいですか。ええ、何かの役に立つかもだしない。持っていきなさい。夫人の鍵。よし、行こうぜ、高橋。拓也と友樹を探し出そう。うん。拓也と友樹を探し出そう。うん。うん。夫人の鍵。小さなネジがついた鍵、何かと合わせられそう。ほう。なんかあるかな。装飾された鍵？あ、これだ。多分。これだ。おう。祈りの鍵。ということは、祈り、あれ？細長い。修道場、あ！これあれだよね。あったよね、そんな部屋が。一階だっけ？こうきます。こうきます。入ります。ここじゃね？ほら。おお。おお。愛の鍵。なるほど。これでハートの鍵を。鍵から鍵。なんすか？あ、いた。ヒヒヒヒヒ。見つけた。見つけたぞ。タケ、お前本当に俺を殺す気か？殺してやる。殺してやるよ。動けない。あの人形たちと同じ。どの道逃げるつもりはね。頼むぜ。聞いてくれよ。死ね、ユージ。ねげげげげ。ユージー。ぐぎゃ、なんだ。よし、ひるんでやがる。ちゃんと貼り付ければ効果がありそうだ。やめろ、近づくな。逃がすかよ。離せ、離せ。これで戻ってくれ。あぎ。あぎゃー。タクヤ、効果あったの？多分な、今気絶してるだけみたいだ。もう襲ってくることはないと思う。タクヤを連れて証拠に戻ろう。手伝ってくれ、高橋。うん、分かったよ。 BGM がロケのロールだから、なんかホラーというよりはどちらかというとジャンプの怪異と戦うアクションみたいな、なんかそういう毛色なのね、多分、このゲームは。
いや、これいいんだ、全然いいんだけどさ。お笑い人形うまくいったみたいな。なんかそういう、呪術廻戦とか見たことないけど、多分きっと呪術廻戦みたい、たこんな感じなのかなみたいな。暴走をしました、今。あー、なんとかなったよ。高橋のおかげさ。呪術廻戦も読まなきゃな。そんなことないよ。私はおまりを渡しただけじゃない。これならともきにも聞きそうね。ちょうど一枚出てきたから、持っていって。お払い人形、やったぜ。ふぅ、これで3枚目ですね。エルナに書かせてんのか。お札。エルナさん大丈夫？少し休んだ方が大丈夫ですよ。それにお二人が頑張っているのですから、私も頑張ります。お札作りと平瀬くんの面倒は私たちに任せておいて、あなたたちは本庄くんのことをお願い。わかりました。よろしくお願いします。行くぞ、高橋。トモキを探して元に戻してやろう。うん、私たちで戻してあげよう。日本語の慣れている、人がやった方がいいのでは、お札は。はいって言ったところで、今日はこの辺で終わりましょう。なかなか、あれですね、熱い感じになってきましたね、これは。トモキを戻し、あとは誰だっけ。トモヤ。あ、違う、これトモヤだ。ん？なんだ？いいのか？いや、いいのか？あ、いいね。トモキ、トモキ、トモキ。あとはトモキ。これタクヤね。あとはトモヤを、トモキか、トモキを戻す。もう名前間違えすぎでしょ。はい。と思いますので、それではまた次回もよろしくお願いします。ではまた。